ハイハナ事件が起きた朝鮮半島朝鮮ハイハナ事件とは1931年7月3日から発生した朝鮮半島における朝鮮人による中華街襲撃事件とそれにかかる中国人殺傷事件朝鮮内ハイハナ事件朝鮮事件とも呼称される万宝山事件に包含して呼称されることもある立憲調査団は朝鮮人によって 中国人127名が殺害されたと報告している。朝鮮人が朝鮮西北に設置した洋水路韓国島幹府が設置された当時の李氏朝鮮統治下の家境は3361人であったが日本統治時代を通じて居住者が増加し、1930年には67794人に達していた。 家境居住者の存在とともに灰花事件が起きることとなっていった。1927年12月には中国における朝鮮人迫害を受け、朝鮮全土で大規模な灰花事件が起きていた。1931年の灰花事件は、満州国の朝春西北に入植した朝鮮人が周辺の中国人との間に了解を得ることなく、用水路を建設したことに橋を橋 朝鮮人と中国人の衝突が起こり、中華民国と日本双方の警官隊による発砲事件にまで発展した万宝山事件が起きていた。もともとは1909年に締結された条約により、日本人は土地を沈借し農業を行う権利を保障されていたが、中国人地主、各英徳が中華民国政府の許可なしで勝手に朝鮮人に沈借し、 賃借契約を結んだ朝鮮人が養水路を作ったことが当地の中国人農民の農業生産に影響したため中国人農民約400人によって水路破壊作業が始められた中国側は一方的に破棄すると批判され将来の保障がなされないままに事件が収束したため中国人日本人朝鮮人が平等に経済活動を行える満州を目指す市で原 奇獣老外務大臣の外交方針を根本から崩すものとなったため、知り原外交の行き詰まりの原因の一つとなった。中国人襲撃事件後のピョンヤン万報事件とそれに、かかる誤った古代報道により、感情を刺激された朝鮮人によって、日本統治下の朝鮮形状不二川を中心にして、朝鮮半島各地で中国人襲撃事件が起きていた。 7月3日午前1時に、新川で警備な暴行事件が起きると、朝鮮総督府は直ちに、朝鮮各道に警戒するよう通帳を出した。総督府は悪化していく情勢を受け、3度にわたって通帳を発していたが、平壌では大事件が勃発することとなった。7月4日午後9時30分、形状不外新道里において1 4名の朝鮮人と40名の中国人が衝突し、 朝鮮人一名が死亡し中国人一名が重傷を負う事件が起き、その多数箇所にわたって中国人住居が放火される事件が起きた。同日午後11時より、新川では数千人の群衆が警察に反抗し、土砂と破湿所を襲撃して破壊するとともに電線を切断するなど暴動を激化させていった。このため、総督府は警察官に武装させて、 厳重警戒を敷いたところ、午前3時に、ようやく襲撃団を解散させることができた。7月5日、朝鮮総督府は書く、道知,知事に民心を刺激、先導する記事を掲載しないよう新聞、通信社に対して警告する、よう通帳する。同日、平壌では午後9時から翌7月6日3時にかけて、数千人の朝鮮人が中華街を襲撃し、 凶暴の限りを尽くし中国人88名を殺害し102名を負傷させた。事件を食い止めようとやむなく警察が発砲したため朝鮮人1名も死亡した。総督府は事態の悪化を防ぐため職員を派遣するとともに補助憲兵の応援を頼み現地駐屯部隊からは将兵51名が派遣された。また警察官115名を増派して 武装警官350名をもって警戒に当たったが警察官35名が負傷する事態となった。事件発生地の二川では警察官30名と乗馬後頭が負傷した。このような暴動のさなか総督府は被災者の収容に努めていた。7月6日には中継上中華民国領事から中華民国政府及び中日大使に対して 日本警察が即時武装し鎮圧するよう求める要請がなされた。7月7日、平壌では平壌大同僚警察署、医学講習所、同立病院、平壌府及び中国人経営の工場で中国人避難民4000名を収容保護していた。しかし、先の工場では午前4時半に3000人の朝鮮人によって襲撃され、これを防ごうとした。 警察官がやむなく発砲し朝鮮人に一名が死亡した。数日間にわたって行われた暴動で中国人商店はことごとく襲われ、中国人家屋は破壊された。山とやつ、俗死先人惨殺我が同胞の結婚は、先人を失踪し我が同胞を惨殺するという惨事、中国側が事件後に作成した配日ポスター事件は朝鮮半島にどまらず、 日本内地でも在日朝鮮人による在日中国人襲撃事件が各地で引き起こされた。7月9日、中華民国南京で日本側と王政帝外交部長との間に会見が開かれ、日本側からは自体陣定へ向け尽力していることが説明され、中国側からは過強保護に十分な警戒が加えられつつあることにつき花ははだ、結構であるとの応答がなされた。 7月11日までに、朝鮮総特府は、中国人犠牲者は、死者100名、負傷者120名に上ったと広報で発表した。現在、陳北る公表後県立大学教授は、中国人死者は141名であったとしている。平壌での犠牲者に限定した数値では、岡崎久彦は殺害された、中国人は104名としており、太平洋戦争研究会は、 中国人犠牲者は死者109名、生死不明63名、負傷者164名としている。7月15日午前11時、万宝山事件を朝鮮に報道した朝鮮日報満州庁春市局長、金利さんが宿泊先を訪れた朝鮮人によってピストルの銃弾3発を撃ち込まれた。知らせを受けた中吉林日本領事館が領事館、警察、 僕まさか巡査を派遣したところ、先に現場に到着していた中国人警察によって犯人として公安局分駐所に連行され、その後交渉所に移送された。これらの事件を受け中国人群衆が集まったため、それを排除するために中国人警察官が発砲し、中国人一名が撃たれる事件も派生した。両負傷者は直ちに南満州鉄道。 経営東洋病院に搬送されたが、午後1時に、金利さんは死亡した。僕巡査の連行を受けて、日本領事館から、小森初期生、田中所長が、交渉書に赴き、僕巡査が所持していた拳銃が新品で重心に込み、一つないことを明らかにするなどして同日中に、解放させた。ところが、7月16日付吉長日報が、戦闘記者課外、行 巡査官人、僕まさかと、大々的に報じたため、日本側は、中国側に対し犯人逮捕と記事の取り消しを、要求した。7月23日に、紹介席が全国民に向けて発表した声明では、朝鮮化協産案として取り上げられた。ありがとうございます。